さあ伊達さん、よし、今回のゲストは九州からだ。お、長洲タクシーの中島社長中島社長、中島社長、えぐ懐かしいな。お前が福岡でタクシーのうんちゃんやってた頃、しばらく世話になったって話だと、あの屋台でベロベロなってたやつやろ。中島社長といえば、10年前俺が九州にいた頃拾ってくれた人は、あの人には別れ際まで銀面で通しまったが、それを知っても俺を最後まで受け入れてくれた。おい、どうした、まさか覚えてないなんて言わねえよな。せっかく連絡つけてこっち呼んだのに。覚えてるよ俺はそこまで恩知らずじゃねえ、うん、だがもう二度と会えないだろうと思ってた。いや懐かしい、長洲タクシー、肩の人であれだけ長く一緒に過ごしたのは俺にとって中島社長ぐらいか。いやそんな長かった。考えてみりゃお前、あの頃も過去を捨てようとして偽名を使ってたんだよな、鈴木太一って。おー、確かにな今も昔も苦労の絶えねえこった。共通点あるな、確かに。中島社長とは電話でどんな感じだった？もういい年のはずだ、元気なの？確かに元気でやってんのか。うん、どうかな、そいつはお前の目で確かめて。うわー、なんかデリヘルで呼べそうやな、うん、でももしかして。いやでも呼べなさそうか、どこか、どんどこ止まりかな。うん、特にやることないもんな、タクシーでなんとかしてくれるみたいな。どっか送り届けてくれる効果とか別にあんまいらんもんな。もうそげーに飲めんちゃいや、なんか若返ってるって。参ったなー、もう社長。そんな、社長さん遠慮しないで、今日はおごられに来たんでしょ。それはそうばってん。あ、そういや伊達さんがまだ来とらんね。どげしたっちゃろか。今日は一人なんやもんね、女の子。なんかはめられとる、ぼったくられたりせんやろね大丈夫、ちゃんと伊達さんから話は聞いてます。あの人は本物の刑事さんなんだから。そうやな、伊達さん。あんたのさっきの思わせぶりな言い方は何だったんだよ。見ての通り元気なもんだよ。ちょっとでも再会のありがたみが出るかと思ってな。まあサプライズってことか。タクシー会社の方も景気がいいとは言わねえが、相変わらず社長として頑張ってるらしい。うん、よかった、何よりだ。何よりやわだな。けど伊達さんは中島社長と面識がないよな。わざわざ九州からどうやって来させた？そうや、どんな作戦使ったの？それはまあ警視庁の職権を乱用してさ。職権乱用？あんたんとこの元従業員鈴木太一の件で話が聞きたいなんつってなほんでキャバクラ連れてきた。ただし警察の上には内密の個人的な捜査だから電話で済む話じゃない。ついては横浜までお越し願えないか、うんぬんと。なるほどね。なんだか急にうさんくさい話に聞こえてきたぜ。そんなんでよく社長も来てくれたな。暇してたか、女好きかいな。その代わり交通費も出したし、旅行みたいなもんだ。この店の飲み代も俺持ちなんだぜ。あ、はいはい。そんな怖い顔すんなよ。いや、伊達さんのことが心配になっただけだ。俺のために変な嘘までつかせちまった。いつも言ってんだろ、これは俺が好きでやってることだ、気にすんなエンディングのお父さんやもんな。あの人は俺に言ってくれたんだ、何があっても社員として戻ってこいって。言うてたっけ。どん底の俺に手を差し伸べてくれた。なのに何の礼も言えてね。まあ確かにな。分かったよ、じゃあそいつを伝えるのが今日の俺の役目ってわけだな。こん店は楽しかね声でっか。もう横浜に引っ越しましょうか、ね、絶対中洲のキャバクラの方がええ女おるやろ。そしたら毎日うちまで通えるね。絶対待ってる。福岡可愛い子ね、多いねんからな。そげんこつしたらおいはすぐ挟んばい。うん、
はじめまして。中島社長、私が伊達です。伊達さん。楽しんでいただけてますか。ああ、いやいや、すまんこってす。俺としたことがつい夢中になってしまうて。そげんでした。刑事さんと待ち合わせやったばい。そう固くならんでください。こちらこそわざわざ遠くまでお運びいただいて。座っても構いませんか。もちろん当たり前だ。このおっさん同士の話聞きだないな。いやばってん、また鈴木さんの名前は聞くことになるとは思わんやったばい。いやそうよな。ただ電話でも言った通り、俺が鈴木さんを最後に見たとはもう10年も前で。そっか、5から10年後の話か。そげん話が今さら警察のお役に立つんやろか。実は鈴木とは私も刑事の立場を離れて個人的な付き合いがあったんです。はいはい。それであいつを知ってる人と無性に飲みたくて。社長に迷惑なことは承知の上です。やばすぎるな。あ、いやいや、よかよか。鬼の市場やな。交通費も出してもろとるし、それに俺も鈴木さんについては同じ思いばい。無口な人やったけんど妙に記憶に残るそげん男やった。ほんで鈴木さんはそのなんか事件でも起こしたんやろか。社長とどうやって別れたんやったっけ。もしかして逮捕ばされるとやろか。ん？ああ、いや、逮捕って。鈴木はもう何年も前に死んでますから。え？そうやったとですか。そっか、そのことも知らんのか。知らなかったんですか。知らんです、知らんです。俺は全然。そうですか。鈴木さんがそげんこつに。いや信じられん。仕事一筋の真面目な人やったとに。まあそう映ってるわな。なんか少し話が噛み合ってないかな。一応確認ですが社長、これはご存知ですよね。鈴木太一っていう名前が偽名だったことは。あ、知ってるんやったっけ。偽名？いや、そげのはずなかでしょう。知らんねや。まさか、アホなこつ言わんでください。いや、あれ？おいおい、どうした伊達さん。妙だな、俺は登場会のご苦労だったことも偽名。あ、中島市長、俺と話したことを忘れちゃ。あ、言ってたのか。あの、でしたら落ち着いて聞いてください。鈴木太一というのは偽名だったんです。あいつの本当の名前は桐生一馬。東上界で道島の竜と呼ばれていた極道でした。やとしたらほんまに忘れてんの。あの鈴木さんが。嘘でしょ。なんかの間違いでしょ。あ、もしかしたら俺の言う鈴木さんと伊達さんの言う鈴木さんは別人やなかろうか。別人。なるほど、そうきましたか。そういうことなら写真攻撃や。この写真の男、見覚えありますよね。以前にテレビの報道で何度も流れました。こいつが桐生一馬です。この映像が流れた後、無所に入り、そして広島で命を落としました。あ、そういうことね。バッテン、やっぱ俺の知っとる鈴木さんとは別人のことあるですね。え？は？何だって？何言うてんやこいつ。中島社長、どうやら俺のことを知らないふりする気でいるらしい。いや確かに俺と関わってたと警察に知らせていいことは何もない。会社の社長として責任のある立場を考えたらなおさら。どうも俺ははっきりあんたの話はちゃんと確かめてから来るべきやったとです。人違いと知っとったらこげんとこまで旅費を出させることはなかったとに。え、男の粋な計らいってこと。待ってください社長。なんでです。え、あいつが九州で鈴木を名乗っていたのは確かなんです。あんたはなんで桐生を知らないふりするんです。知らんふりもなんも別の人やったばって。すいません、俺の早とちりでした。ここの飲み代は俺が出しますけん。もうこれで。え、いや待ってください。どういうこと。
もうよか。俺は帰りますけ。話してくれんね。社長ちょっと怒った方がいいからな。どうしたんです急に。どうもせんって。しつこかね。待ってください。帰ってた。待つんだ社長。なんで、初言大声ば出して。もう社長は行かせてやってくれ、伊達さん。クソ、どうやって伝えるん。あんたのその逃げ腰な態度、そうか、なんとなく分かってきましたよ。はぁ、なんが。最初は純粋に鈴木太一を忍ぶついでに横浜を観光しようって腹積もりだったんでしょ。でも俺が察するに、きっと社長は、ああ、最近こいつを見たんじゃないですかね。タタラチャンネルか。それは自分の会社危ないと思ってか。この動画が出回ったことで状況は変わった。死んだはずの桐生一馬が生きていると、ネットの一部でそんな噂が流れているようです。あんたもこれを見たんですよね。多分俺とこの店で会う約束をしたその後に。中島社長。知らんです。俺はそんな。どういうことなんだ。もし桐生一馬が今も生きて潜伏しているのなら、あんたとしては余計なことを警察に言いたくない。たとえ過去の些細な話でも、それがあいつにとって何か不利な状況になりかねないからです。あ、優しさの方か。平たく言えば、仲間のことは警察に売れないって話だ。社長。とはいえ、横浜まで来て突然俺と会うのをキャンセルしても妙な疑いを残す。おう。だからあんたは桐生一馬に対して知らないふりをしようとしているんだ。佐藤二郎にしか見えなくなってきた。違う、俺は初見骨。あんたにしてみれば、俺が桐生と本当に友人かどうかも疑わしい。何も情報を与えず、人違いで通してこの席を立つのがきっと最善の手なんでしょう。なるほどね。でもね、中島社長、それは誤解なんですよ。え？警察は、警視庁も福岡県警も桐生が流すタクシーに在籍してたことを掴んでません。せやな。今まで一度でも警察からあいつについて何か問い合わせがありましたか。大同時一派ぐらいやな、多分。なかったはずです。桐生とあんたの関係も俺しか知りません。なぜかといえば、この情報は全部俺が桐生本人の口から聞いたからですよ。あなたと福岡で初めて会った時の話も聞きました。あいつは町で絡まれてた女性を助けたが、その後自分はチンピラに殴らせるままにしてた。あ、そうやったっけ。当時極道だった過去を隠さなきゃならない状況で、行くあてもなく自暴自棄になってたんです。片瀬奈々とかおったな。そこへあなたが声をかけたんでしたよね。夏。そしてタクシーの運転手として雇ってくれた。あいつは伝説の極道とまで言われる男です。警察の事情聴取でここまで話すと思いますか。俺は桐生の口から直接この話を聞いたんですよ。向こうはどう思っていたか知りませんが、一旦座ろっか。でも俺としてはな、あいつを親友だと考えています。キャバクラの店のど真ん中で。だってさ、あんたら、そういうことやったとですか。どうやらあんたんこつは信用してんよさそうばい。わあ、優しさやな。じゃあ少しだけ時計の針を戻しませんか。なんか粋な言い方。初めからやり直しましょう。最近覚えたんそれ。そうやね。さすがベテランの刑事なんだな、伊達さんは。瞬時に相手の状況を見て、その分今回ばかりは素直に感心するしかねえ。鈴木さんの本当の名前が桐生一馬ちゅんは、テレビのニュースで知ったとです。あの時流れたもんな。あん人がうちから去って、そのしばらく後、神室町で大勢の極道と大乱闘ばしたちゅうで、そん時は会社の仲間たちと一緒に面食ろうたばい。もちろんただもんやないとは思うとった。ばって伝説の極道やなんち。クソビビるよな、マジで。ここだけの話、うちの社員には過去にやんちゃして
すねに傷持っとるもんも多か。せやな、なんかドライバーのえぐいやつ持ったもんな。おいもそん一人ばい。やけん、桐生さんの件はわざわざ警察に届けるコツもなか。そげな風に示し合わせとったとこへ今度は桐生一馬が広島で死んだっちゅうニュースが。ええ、さぞ驚かれたことでしょう。そりゃそうばい。待って、そんじゃさっきの動画はなんね。おりゃもうわけがわからん。伊達さんは知っとるんやね。結局桐生一馬は、鈴木さんは今も無事に生きとるとやね。どげんね、伊達さん。俺はさっき偉そうにあんたの嘘を暴いてます。その下の根も乾かねえうちに嘘は言えねえ。だからノーコメントってことにさせてください。イエスってことやな。ノーコメント、うん、ダメですかね。はっきりとは明言できひんけど。なるほど、よかよか。そん言葉だけで十分ばい。あんたも鈴木さんによう似とる。不器用で嘘が下手で。よか男やね。よか男やわ、伊達さん。社長がそれを言える口ですか。嘘が下手なのはお互い様だ。それもそうやね。そんな社長だからでしょうかね。伝言を預かってきてますよ。初めて中島社長と出会った時、あいつは自分の過去から愛する人たちを守るために九州へ流れていったところでした。桐生にとって人生で一番どん底を味わっていた。誰も知る者がいない土地で一人、言葉を交わす相手も頼れる人もいない。そこへ唯一手を差し伸べてくれたのが中島社長です、うん。そのことを言葉にできないほど恩に感じていますよ。あいつは今でもね。そげんですか。そんなら俺からもあいつに伝えてほしいことが。なんや？ん？鈴木さんに最後に会うた時、俺はこう言うたとです。鈴木さんはうちの社員ばい。何があっても戻ってきいって。うん、そん言葉は今も生きとる。もしも困っとるとなら、またいつでもうちに帰ってきたらよか。社長、いつでも九州には俺が待っとるけん。あんたは決して一人きりじゃなか。これは嬉しいな。伊達さんの口から伝えてくれんね。あ、終わりか。呼べる？デリヘル。あ、ハーバーライトか。いやー、中島社長男やったな。ありがとうな、伊達さん。また一つやり残しを済ませることができたよ、うん。中島社長に恩を感じてると伝えられた。それ以上できることはもうね。よせよ、水くせ。ところでさっきは俺を親友って言ってくれたよな。あ、言ってた。あ、いや、あれはその中島社長に信用してもらわなきゃならなかったからよ。ああ、親友ちゃうんやみたいな顔してる。奥まで染みる言葉だ。今の俺には特に心強かった、まあ、仲間覚えたからな。もしよかったら取り消さないでくれるか。そうだな。いいですよ。なあ、ハグするか。何
だそこまで酔っちゃう。アホなんだよな。なあ、ハグするか言うてこいつら。おもろだてさん、そんなボケもできたよな。流すタクシー懐かしいな。はい、さあ呼べるのか呼べないのか。なあ、どんどこと始まりは呼ばれへんやん。もうタクシー会社やめてまえよボケ。ここがその廃墟か。さあ廃墟来ましたよ。建設中に火災か、もったいない話だね。お、いたな、歌丸。歌丸整った。え、あは、ライムスター。ああ、孫飛か。お、なんかこわもての人ね。相当の使い手なのかしら。待っていたぞ。え、何？何してんの？何か待ってた。そうだ、呼び捨てに死んだって調子に乗るんじゃない。え、かわいい。ごめんなさい、なんか雰囲気に乗ってしまいました。煽りの部下なんや。で、こいつは誰なの？ライムスターの歌丸やろ。ああ、うちの幹部の一人、歌丸だ。この廃墟の噂を聞いて先に調査に行かせていたんだよ。歌丸だ、よろしく頼む。はい、よろしく。で、どうなんだ、このビルに巣くってる連中はいたのか。はい、めちゃめちゃいました。あ、おったんや。かなりの数です。しかもめちゃくちゃ強いです。強いんや。うちの部下や周囲のチンピラ連中をかき集めて中を調査させたんですけど、全然帰ってこないし。帰ってこない、そいつらにやられたということか。おそらく。それか孫飛が怖いからあっちに寝返ったのかもしれませんがね。プククプクク。何がプククだ、お前が責任者だろうが。いいなこの茶番。その通りです、ごめんなさい、ごめんなさい。しかしうちの部下でも手が出ないとなると、かなりの強敵揃いかもしれない。切り替え早。このまま引き下がる？なわけ。わけないだろ。なあ。偉人町の裏社会を仕切る立場として、そんな奴らをのさばらせておくわけにはいかない。まあ、ハワイのダンジョンと一緒やな。可愛がってくれたっていうのならなおさらだ。きっちり借りは返す。さすがは我らのリーダー孫飛。そう言うと思ってましたよ。まあ、呼び捨て怒られんぞ。奴らはここの地下に巣くってます。かなり下の階まであるみたいですから、お気をつけて。了解。お前は行かないのか。私は行きません、危ないですからね。どし。暴力反対。まあ、喜んでるやろ歌丸それ。よし、じゃあ行くか。あのハッピールームあるやん。コミジュルの調査隊も捕まってるのかもね。見つけたら助けていきますか。了解。そうだな、結構強いらしい。気合い入れていくぞ。はいよ、行くよ、そう、行くよ。じゃあな、歌丸。なんやねん。行ってらっしゃいませ。え、なんやねん。さあ横浜ダンジョンっすね。はいはいはい。まあちょっとサクッとクリアしますが。負ける気がしねえな。そうだ。よし、この階層は終わりのようだ。横浜ダンジョンの第一層をクリアした。あ、第一層なんや。一旦外に出るか。あ、これまだまだ奥あるんや。一応一番下まで行ったんやけどな。強敵を撃破したみたいですね。お疲れ様でした。あの奥はさらに強い敵が待ち受けていると思います。くれぐれもお気をつけて。引き続きよろしくお願いいたします。おお、なにこれ。邪妖剣。これ、調査の武器かな。え、いいやん、いいやん、いいやん。ちょっとアロハピルームも使いたいね、調査。さて。十分鍛えられてね。準備ができたら陣内駅から倉庫に向かう。沢城やな、沢城。このロブスターのグリルは絶品だな。香りも実にいい。かわいい。ああ、だが一番には食わせられねえかもな。なんで？なんだ？春日と喧嘩でもしているのか？違えよ。
意地悪で言ってんじゃなくて、あ、そっか、あいつナンシーっていうザリガニ飼っててめちゃくちゃ可愛がってるから確かにロブスター食われへんな、もう。そういうことか。だがさすがに料理と混同したりはしないだろう。これは食材だぞ。まあそうなんだけど、もともとホームレスが食おうとしてたザリガニをなぜか身を挺して守って、いや、なんだったら寿司折りと交換してやっと手に入れたのがナンシーらしくてな。いや、懐かしいな。そもそもが食材だったのか、うん、そうやねんな。なぜにそこまでホームレスのザリガニに肩入れしたのかわからんがそういえばあいつハワイにもそのナンシーを連れてきて、いや、かわいいわ。めちゃくちゃ可愛がってるじゃないか。だとしたらやはりこれは食わせない方がいいのか。しかもハワイに連れてきたからオリビアもゲットしたしな。好きな食い物なんなんだ。何でも食べそうなイメージはあるが。伊勢海老。え、じゃあ何食わせても大丈夫だな。うん、いらん心配だった。あいつ伊勢海老好きなんや、一番。うわ、ようそれでナンシーをあれどうのこうのしようとしてたな。さあ倉庫までやってきたぞ。いや、綺麗なお姉ちゃんたちも来てるじゃねえか。ああ、こりゃもうたまんなくなっちまうな。何がやねん。連中、そのお姉ちゃんの一人がコミジルの女王ってことを知らねえんだろうな。無知ってのは怖いもんだよ。キリュウさん、沢城が見当たらないようだ。まあ、奥の方におんねやろ。倉庫の中ってことなんじゃない。俺たちは沢城が出てくるまで前に進み続けるだけだ。邪魔する奴には消えてってもらう。いいね、行こうぜ行こうぜ。おい、なんだお前ら、ずいぶん涼しい顔しやがって。なめてんのかこら、マジでぶっ殺されてんのか。来る気があんならさっさとかかってこい。お前らとは口を聞くだけ時間の無駄なんでな。なんだとこれ。よし、じゃあサクッと行ってまうか。頭かち折るぞ、こら。横浜青龍会組。出番が来たな。ちょっとみんな極み技覚えてるからな。熱気監獄の極み久々に行くか。いいね、かっこよすぎるんよな、ナンバの熱気監獄の極み。魔法陣出てくんのも意味わからんしな。まずは熱気監獄で全体攻撃をぶち込むと。おい、あ、もうあと3人になっちゃったね。で、さっちゃんの極みは回復技やからそのまま攻撃と。はいはい。で、これな、じゃあ、いや、まだバトルありそうやから一旦置いとくか。はいはい。で、蝶さんも攻撃と。ほら、待ち構えてるやん、あいつら。順番待ちしとる。オッケーオッケー、おいでおいで。手加減はなしだ。さあ、ここで覚えた第一激怒の極み。あ、自身の残り HP が少ないほどダメージが増加すんねや。知らんかった。終わらせる。まあでもそれほどあれやろ、食らうやろ。ファイヤーダンサー見てくれてるわ、ファイヤーダンスを。加減できねえぞ。加減できねえぞ。大地が怒る。大地激怒の極み。ダイヤモンドヘッドもびっくりです。はいはい、結構強なってるな。ちょっとダンジョンでレベル上げたあれもあるな。さあ、ここで人間中華炒めの極みを覚えたから、ここを使おう。中華鍋入っとる。うわー、ご注文、ご注文受けたまわりました。いいねいいね。うわー、人間中華炒めの極みや。うわ、熱っ。バブラやろ。おしおしおしお、人間中華炒めの極み、一丁上がり、一丁上がり。チンゲン菜もありますと。いいね。お、結構食らうな。600瓶のスイッチ入れたら黙れ。スイッチ入れるだけやね、お前は。爆弾投げ投げてくるんかお前は。そっちはそっちで。じゃあお前は熱気ブレス。
結局熱気ブレスがシンプルに強いからな。消費 MP も少ないし、でここ連携攻撃これできるようになったからこれクソ強いぞ。でこいつをこうして、はい終わり。いいね、人生これ大人の渋みが出てきた。またいい男になっちゃった。さあ沢城出してもらおうか。お前らはやり直すためにここへ来たんじゃなかったのか。ほんまそれな。何してんのお前ら。それとも、ハワイへ行くから日本でのことは全部チャラか。組の命令で振るった暴力は脳幹か。そんな覚悟でいりゃどこに行ったって裏社会から抜けられやしねえ。本気で人生立て直したいと思ってんなら少しはてめえの頭で考えろ。人のせいにすんなよ極道ども。私はあの人ほど優しくはない。立てついてきた奴にはきっちりけじめをつけさせる。それがコミジュルの流儀だ。いいねソンヒ、うりゃうわ痛そう。まあでもパンツ見えたからええんちゃう。たまに本性が前面に出てくるんだよねソンヒって。ソンヒマジで自分のパンツをもろともしやんよな、立ち振る舞いが。まあ、パンツ見たとこでどうやねんって話やねんけど。表の連中は全滅ですか。沢城、ああ、奴らしばらく使い物になんねえはずだ。少しは休みをくれてやるんだな。心配は無用です。代わりの人間は吐いて捨てるほどいますんで。大概さんで行き場をなくした極道崩れがね。連中を食い物にするためにお前らは第二次大解散なんてお題目を唱えてんのか。あいつらにとっちゃやっと差し込んできた希望の光だったはずだ。ふん、そうですね。そういやこんなことを言ってる奴がいましたよ。片木の世界は全く自由がなく、まるで無所のようだったと。うわ染まってるやん。元ヤクザがいつ何をしでかすか常に監視されてるようなもんだったんでしょう。ああ、まあ確かにな。ですが面白いのはこっからです。ここでは常時100人近い組員が作業をするんですが、管理者は1人以下で済むんですよ。おう、それができるのも倉庫の構造にありましてね。あ、みんながみんなを見てるからか。この監視塔を見てください。中に管理者がいるかさえ外からは見えません。ああ、なるほど。管理される側はいつ見られているかわからないので作業の手を抜けなくなる。いや確かに確かに。パノプティクンという構造ですが、これが何のために考案されたかわかりますか。刑務作業か。無所の監視だ。ご名答です。無所のような社会から逃れてきたはずの元ヤクザたちは結局少しだけマシな牢獄に来るだけのことだった。お前らは何のために連中を集めてる。なんでハワイへ送り込む必要がある。救ってやるためにですよ。海老名がそう言ってんのか。もしそんな上っ面の話しかされてねえんならお前もいずれ使い捨てられる運命だ。あれ？口には気をつけた方がいいですよ。彼らは清流会の中でも武道派です。おまけ。弱そうやの。忠誠心も熱い。命令を受ければ殺しも厭わない。命令がなくても組の敵は躊躇なく殺す覚悟。やるんか沢城。今時の極道にしちゃ珍しいな。だが口で言うだけなら何とでも言える。そんな奴ら腐るほど見てきた。マジか。来い、本物の武闘派ってのがどんなもんか俺の拳で味わわせて。よし行くぞ。ソンヒのファイティングポーズかわいい。
何それ何それ何それ、嘘、投げれんのお前、うわおれ、うわ、ナイフ出てきた。それが沢城キャッチして、そこで持って投げんの。出たステッキ。こいつ武器扱わせた最強やからな。元近江連合直参荒川組をかかしら沢城城。残機流使ってくるんじゃん。残機流、鉄製のステッキ、珍しい獲物を使いやがるな。扱う武器が一つとは限らねえ。気を引き締めていかねえと。まずは鳩の大教授いっとくか。ごちそうだ。おい、うわ、沢城とまたやるんか。こいつマジで強いからな。どうしようかな。さあ、ここでショッピングハリケーンです。ここやな。はい、ぐる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 いってドーン。さあ、ここでまあ一丁第一激怒の極み行く前に天罰の仮面つけとくか。天罰の雷うっ、ああ緊張感なくなるわ。はい、ジャスがステッキブレイク。うーい、攻撃力強いね。さあ、ここでうわ、MP ねえですやん。ちょっと損人変わるか。ステッキフラスト、お前ナンバーばっか狙いやがって。待って、ドスに持ち替えた。行動しすぎちゃう。天罰の雷、いいよ。ランダムに3体攻撃するから。これで、ちょっと待てよ、回復も大事やけど、工場の仮面つけとくか。こいつは重いぞ。あ、うあ、うあ、うあ、おう。で、徐々に回復つけて、で、ここで熱気監獄の極みを頼むで。ナンバー BGM かっこいいな。熱気監獄の極み、これで雑魚敵だいぶ減るやろ。残っても一人、いいね、狙い通り。さあ、ガードしてるから、ここはシャンパンシャワー、しかもウィークや、ちょうどええな。はい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 。さあ、あと沢城だけですよ。ここで絆技デュアルインパクト、一発で決めるよ。当然だ、絆。よいしょ、587、減ってねえ。残機、残機切り来た、オープンで。はい、天罰の雷槌、あ、雷はレジストなんだ、お前。じゃあ本物の武闘派見してあげようか、沢城に。うるれ、絆隠せ。ほい、こめかみズドン。よいしょ、はい、ここで極み、はい、ういえ、ういえ、ういえ、はい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 、あら、あごばっか。いいね。熱々ブロ、炎がウィークね。よし、1046。でもそれ、これはエキサイトクロノキャビン、味方全体の HP を全回復し、さらにヤバー、これこれヤバー。でもキャンドルラッシュ、キャンドル取り出して、押し置き押し置き、体で熱気ブレス、炎は有り余ってるからこっち。505いいダメージ、コマンドか。丸丸ファイヤーダンサーな、ウケるな。連打くるかこれ、四角。およし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 、マジで沢城かっこええわ。さすが伊達じゃねえな。何やそれ何やそれ何やそれ、いい加減終わりにしましょうか。拳で来るんか、どうするに持ち帰ってる、力貯めてる。天罰の雷槌下る。あ、ウィークになってる。何か嫌な気配がする。慎重に出方を。何その構え待て、デリヘル呼べるからな、こっちは。おお、ちょうどいいやんけ、雷や。行こう、
お掃除丸。フライベータマックス。何だっけ、フライベータなんとか。マックスやってた。頼むぜ。さあ、おいで、お掃除丸。まあ、博士も乗っとるやん。未確認飛行掃除機、お掃除丸、フライベータマックス。出没、お掃除丸。今日キャラ感エグ。それで合意するんで。いいね。やっぱり飛ばん方が良かったかの。いや飛んで正解よ。1500ダメージいいね。さあここから何行く？拳銃の極み行っとくか。はい、三角ナンバの絆追攻撃。ちょっとでも怖いな。なんかしてくるんやったら魔法攻撃とかの方がいいねんけど、シャンパンはいけそうやな。あ、水もウィークなってるやん。オッケー。はい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 、よいしょ。お前サワシのターン超やんぞ。これいけるか。バイタルバイブレーション、はい、転がして股間をズドン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 、よいしょ。防御低下、絆追攻撃からのナンバの、これも鳩の大巨獣終わりよ。そんなもんすか、沢城。手加減してへんか。勝負は悪く、まだ強くなれ。いいねいいねいいね。やった、あの沢城ぶっ倒してやった。さすが桐生さん。俺をこっから連れ出してください。奴らの前じゃ何も話せに。なるほど、わざとか。やっぱそうよな沢城。うわっ、よせ、俺をどうする気だ。おお、役者やなお前も。おやすさんの思い受け継いでんじゃん。監視の目から逃れたい。このまま海に放り込んでください。そら得意やんなキルちゃん。そこまでやる必要があるのか。後で一の家に、俺もすぐ向かいます。うりゃ。え、あれキルさん、ちょっと投げ落としの極み、沢城バージョン。な何もそこまで。もうここに用はねえ。次は海老名だ。やっぱ面白いわあの人。いや、まさか。いつもスカしてた沢城があんな声上げて海に落とされるなんてよ。ちょっと衝撃的だよね。なるほど、やっぱ海老名に監視されてたんか。なるほど。それじゃあ海に落としたのも沢城と示し合わせてたわけですか。ああ、この後春日の部屋で待ち合わせてる。桐生さんは沢城を信用することにしたんですね。信用できるか見極めるために話すんだ。何にしてもあいつはお忍びで来るわけだからな。せやな、まあ、ちゃんと来たらの。それなりに変装してくると思うぜ。話やけど、変装してくるんか。ちょっと楽しみかも。サングラスだけじゃん、どうせ。さて、あ、おるんかも。沢城、あんたその格好。なんか作業服な見えたけど。いらねえことは何も言うない。こっちもそう時間があるわけだ。清掃員ね。分かってる。だがまずはお前の立ち位置をはっきりさせてくれ。おお、味方なんかお前は。お前にとって海老名は何なんだ。
極道の第二次大解散を持ちかけてきた荒川真澄の意志を継ぐ男です。ほう。我々もそう見ていた。だが実際のところについてはあんたももう気づいてるはずだ。ああ、奴が歌う第二次大解散は清流会に人を集めるためのデマがさ。そうよな。だが俺がそれに気づいたのは一をハワイに送り出した後だった。ああ、ちょっと遅かったんか。そんな偶然ある？俺も同意見だ。だがこいつならもう少しマシな嘘を用意しておくだろう。いや、その時まで隠されてたんじゃん。確かに。エビナに日頃の行いの悪さが幸いする珍しいケースだね。春日がハワイへ送り込まれたのは茜さんをおびき出す餌にするためだった。うん。エビナはそれをブライスのためにやっていた。そうだな。まあ、そういうことよな。お察しの通りです。だったらなんであんたはエビナとつるみ続けてんだ。知ってんのか、あいつらのせいで茜さんはずっとハワイを逃げ回ってたんだ。そうや。荒川真澄の愛した人なんだろ。ああ。だが今のハワイには位置がいる。あいつがいれば茜さんは大丈夫だ。信頼してんの。ずいぶん高く買っているんだね、春日君の方。かもな。だから俺はこっちで俺にしかできないことをやる。ほう、なんや。それって何のこと？内側から崩すんか。エビナが人寄せの出しにした第二次大解散をそっくりいただいて俺が実現させるんだ。え、マジで？え？できんの？ただしそのためにはエビナの本当の目的を知る必要がある。本当の目的？やつがパレガナと組んでるゴミの保管ビジネスってのはどうやらその先に原発が絡んでいます。原発？原発から出る核のゴミってやつが。あ、働いてたやつじゃん、キリュウちゃんが。原発って原子力発電？ああ、核兵器に転用できる使用済み燃料棒はゴミっつっても管理は厳重だ。お、万が一にも流出しないように世界中が目を光らせてる。一方、放射能で汚染された土壌に水、コンクリート、使い捨てられた防護服。ほらほらほら。そっちは低レベル放射性廃棄物と言われるものの出る量は無尽蔵だ。その何百年と放射能を撒き散らす厄介なゴミを特に廃炉中の原発を抱えた日本は大量に吐き出し続けている。なるほど。そんなのが最終的な捨て場所もなく一時的に貯蔵っつって棚上げにされてるわけだ。そうやな、ここやな。そういえば時々ニュースなんかで聞くよね、原発のゴミ処理場を作ろうにも地元の人たちに反対されてどこにも作れないって。だからパレガナはそこに目をつけた。もう20年以上前から数カ国の核のゴミを自分たちの島で引き受けてる。島の名前はネレ島のことか。そうやな。パレガナの信者にとっては選ばれた者だけが立ち得ることを許される楽園。ええ、その島です。お、マジか。教団の聖地を核のゴミ置き場にしてるってのがあのブライスって男。もちろん高い処理費用を取ってるし、エビナもその分け前に預かるんでしょう。ただそこにハワイへ送り出す元棒たちがどう絡むのかはまだ分かっていません。そうやねんな、そこやねん。ゴミ運搬の人足として使われるとしか。うん。じゃあ結局エビナの狙いは金ってことかよ。ただこいっちゃなんだけど、どうなんすかね。ちょっと弱いよな、金だけじゃ。日本の核のゴミをパレカナが処理してくれるってんならそれは大変結構な話じゃねえかって思っちまうんですが。原発のゴミは自分の国で処理するって原則あったはずだ。あ、そうなんや。エビナたちはその法を破る気でいるのか。いえ、
法を緩めるように根回しをするつもりです。政治家に官僚、財界は実際のところ日本中で止まっている原発を再稼働させたいし、なんだったら新しく建設して経済のカンフル剤にしたいと思ってる。ほう。その第一歩として核のゴミを処分できる仕組みは歓迎されるでしょう。エビナならではの作戦か。例えばテレビで実験的に海外での処理を検討する時期に来ているなんてコメントが聞こえるようになったら、世論への根回しが始まったってことです。世界を操られてますね。法規制の緩和につながっていく。なるほど。結果的にエビナとパレカナは合法のビジネスができるわけか。うん。極度と怪しげな教団でなければ鵜呑みにできたのにな。偏見だったら申し訳ないが、何か裏があるようにしか見えない。いや絶対あるやろ。そういうことだ。真の目的はな、エビナの。つまりお前はその裏ってのを探るためにエビナについて。何考えてんやろ。ええ、その割にもっともらしくキリュウさんの素性をバラしてなかったっけ。タタラチャンネルです。確かに。あれは渡された台本通りにやっただけだ。ええ、そうかい。極道の第二次大解散は確かにエビナの言い出した方便かもしれません。ですが荒川真澄が生きていれば望んだはずの計画でもある。エビラの狙いが本当はよそにあるってんなら、そこにつけ入って俺が全部もらい受けます。なるほどね。なるほどな。ええやん。その時には堂島の竜って看板を当てにできると踏んでますよ。だから俺もあなたには腹割ってみせることにしたんです。俺たちで果たした東上界と近江連合の大解散はもう元の木阿弥になっていたのか。極道たちが腹を決めて捨て身で開いた道だったはずだ。それがたったの4年かそこらで。まあ難しいよな。キリュウさん、見込みが甘かったってことなのかな。日本っていう国は実は想像を超えて過去の過ちに寛容じゃなかった。だから元極道たちは立ち直る間もなく海老名に取り込まれるしかなかったんだ。うん。いや、こんな状況になるのは何かがおかしい。俺が聞いていたあいつらの計画がもっと勝算があった。大悟たちか。あいつらっていうと警備会社うまくいってないもんな。大解散の仕掛け人たちだ。うん。東上界六代目堂島大吾、そして真島五郎、西島大河だ。これそろそろ出てくるか。おお、ちょっと待って、大吾、その後ろ姿何してますん。渋っ渋っ